大江菊ちゃんと中山社長のロマンチックモーニング第66話。社長失礼します。ああ、菊ちゃん。うわ、社長今日のコスプレ。ああ、気がついたか。そりゃ気がつきますよ。でもまさかその格好、鬼滅の刃の。満を持して主人公の妹禰豆子ちゃんじゃ。社長。菊ちゃん。社長。菊ちゃん。社長。菊ちゃん。なんか嫌です。私の大好きな禰豆子ちゃんにはすね毛なんか生えてませんから。いやいや、鬼じゃからな、意外と毛深いかもしれんぞ。髪の量は増えてもすね毛はないです。すね毛なんか生えてないっすねっていうことじゃな。社長、例のスイッチどこですか。え、わし自身を戒めるためにあえて設定した足の裏こちょこちょスイッチのことか。あれはもうものすごくこそばゆくて、おそらくあの親方様でも悶絶するほどじゃ。なんと恐ろしい。その壁に隠しボタンがあるが絶対に押しちゃいかんぞ。えい。もう一回。全集中くすぐり返しちゃう。最近ジャンジャンが結構食い気味で来るんですよね。ちょっとね、いつまでもほっとくんですよね、あのオペレーターのヨッシーがですね、ヨッシーが、伊佐早のヨッシーが ね, ね, ね。いやいや、ちょっと今腹筋を使いました。良きことかな。笑うと腹筋使いますわね。笑うとね、ほんと、だからお腹空きますもんね、終わった後。あ、わかります、皆さんも笑いましょう。明日も朝から